片岡直次郎は、江戸時代後期に実在した、日本の昭和と等、部来館である。通称、異名な王侍という、講談、歌舞伎の題材とされ、天保六花線に描かれる人物である。1793年、旗本渡洋人の家の次男として生まれる、江戸、四谷に住んだ、詐欺、ゆすり、高りを常習とする部来の人物であり、 仲間の高知山総春と共に1823年に捕らえられ、高知山は獄死したが、直次郎は翌年1824年、追放処分を受けた。その後、強括行為を繰り返したため、再び捕らえられ、1832年12月14日、千住、小塚っ刑場で軽死した。去年40、吉原遊郭、大口屋の遊女であった三千歳が、 小塚っぱ原の絵工院に墓を建立した。没後、二代目松林白猿が、講談、天保六花線に書き起こし、演じた。後に、川竹木網が歌舞伎に取り上げ、雲上の三遺作前を書き、1875年10月、東京、小引町の河原崎座で初演された。1881年3月には、東京、新富町の新富座で、同じく、 川竹木網作の、天衣噴上の初花が初演され、高知山を9代目、市川段十郎、直侍を5代目、小野菊五郎が演じた。以降、映画、テレビ等でも多く取り上げられるところとなる。15代目、市村うざえもんの直侍、6代目、小野江梅光の3000歳、1934年。歌舞伎で、片岡直次郎を演じた主な俳優の一覧である。 生誕順。日本映画データベース、キネマ旬報映画データベース等に見られる、片岡直次郎の登場する、劇映画一覧である。末尾の俳優が直次郎を演じた。テレビドラマデータベース等に見られる、片岡直次郎の登場する、劇映画一覧である。末尾の俳優が直次郎を演じた。ありがとうございます。